はい、皆さんこんばんは、100円です。ということで今日もニュースやります。なんかね、最近面白いニュースが多いんですよね。まあ今日はね、 YouTube についてのニュースです。あれはもう3年前ですかね、2012年の10月に、まあ、YouTube 私は始めたんですけども、どうもまあですね、その始めた当時はインターネットで自分のプレイしてるゲーム動画なんか上げて、何なのって言われてましたけど、まあ2016年、4月、もう今ものすごい数のね、実況者なり動画なり、アップロードしてる人がいますし、もう YouTuber っていう言葉が浸透かなりしたんじゃないですか、日本で。でそれで生計立ててとかね、大金持ちになった人の話なんかも風の噂で我がオハイオまで届いてますけども、まあそんな中でですね、まあきっとその YouTube に動画上げる上で、まあお金がね手に入る、支払いを、まあ対価をもらえるっていうことで結構始めてる人多いと思うんですよ。でもその時に、まあこれね一番困るんですけど、コンテンツ ID マッチっていうシステムが YouTube の中にあるんですね。でこれ何かというと、まあ自分のゲームをプレイしてるこう動画だとか、そういうの別に上げてもそこまで問題になんないんですけど、例えばそうですね、スマスマをねアップロードしてみたりだとか、なんか料理の鉄人をアップロードしてみたりだとか、まあ自分が著作権を持ってないのに YouTube にアップロードをこうする人が後絶えないわけですよ。でそういうのをこう止めるために YouTube がですね、このコンテンツ ID マッチっていうシステムをまあ導入してるわけです、 YouTube に。そうするとですね、まあ例えばじゃあ私がスマップの動画を YouTube に上げると、その YouTube のシステムの中で勝手に感知するんですね。例えば、あ、木村拓哉が出てるじゃないかとか、なんかわかんないんですけど、そうシステム上で調べられるようになってるんですよ。そうするとアップロードが YouTube で終わった時に、これはなんか、なんとか、なんとか、まあ、例えば、じゃあ、わかんないですけど、フジテレビが著作権を持ってるんで、ダメですよとか、ブロックしますよとか、まあ、いろいろあるんですよね。有名なゲームとかで言うと、セガの、龍が如くとかは、基本的にはアップロードできない風になってるんですよ。YouTube だとね。で、まあ、そんなことがあるんですけど、なんかマイクおかしいな、調子が。で、まあ、それを置いといて、でこれ何が困るかっていうと、全然著作権にかかるはずがない動画なのに YouTube が勝手に間違えてですよ、これは他のこの人が著作権持ってるからあなたの動画は公開されますけどお金は入ってきませんってなる時があるんですよ。でまあ趣味で YouTube やってる人はいいんですけど、 YouTube で生計立ててる人とか、まあ、YouTube から入ってくる利益をとてもその重要なね、生活の部分になっている人はすごい死活問題になるんですね、これが。で大きな YouTube やってる方とかだと、そのまあお金が入ってこない期間ね、その動画に対してお金が入ってこない期間が長ければ長いほどものすごい金額になるわけですよ。噂に聞くと1億円とか2億円とか日本のトップの YouTube の人もらってるって記事で読んだんでね、アメリカの人はなんか5億とか6億とかってなんかありましたけど、まあとにかくそういうことがあるんですね。でもうアメリカ、日本は分かんないですけど、アメリカとかヨーロッパとかいろんな YouTube やってる人がもう Google に文句言ったんですよ、今まで。どうにかしてくれと、これをね、これフェアじゃないっつって。でついにです、2016年の4月、何が起きたかというと、システムが変わったんです、これに対してね。今までだったら上げた動画が他の人が自分のものじゃないのに自分のものだってYouTube に言う。そうするとその YouTube がそれを確認する期間があって、本当にその動画がその人のものなのかどうなのかっていうのをチェックしてる期間があるんですよ。その期間中に再生された動画のお金は正しい人に入んないシステムだったんだけど、今回から YouTube がその調査をしてる間ずーっとその再生されてね、広告費用を全部キープするって、その間ずーっとね保管しとく。でどっちの、その著作権のあれが、どっちが本当に持ってんのかっていうのを確認した上で、正しい人にそのお金を渡すっていうシステムになったんですよ。
これはね、かなりね、重要なあのシステムで、これ見たらわかるんですけど、あの後ろに、私の後ろに映ってますけど、これね、マウス見えます？まずビデオを YouTube にアップしますね、クリエイターがビデオをアップします。で、他の人が、その動画はそのクリエイターの人のものじゃないよ、著作権は僕にあるよって言い出すね。そうすると YouTube が、じゃあ本当にあなたの言ってることが正しいのかどうか調査する間、 YouTube がお金を保管しときます。で、ステップ4、クリエイターの人がこの著作権を持ってるんで、お金はクリエイターの人にちゃんと渡しますということになるんですよ。これね、素晴らしいですよ。これでかなりのね、金額をね、手に入らなかった人とかもいると思うんで、ただこれあれですよ、ちゃんと著作権他の人が持ってないことを確認しなきゃいけないですよ。だからやっぱスマスマとか、なんでスマスマばっか言ってるのかわかんないけど、スマスマとか、あの料理の鉄人とかあげてる人は、そのお金入ってこないですよ、もちろん。それはあなた著作権持ってないんでね。ただちゃんと正しく YouTube 使ってる人に関しては、これはものすごいプラスになる、機能だと思います。ということで、安心してね、動画あげれますね。まあ、あとは著作権じゃない動画を、まあ、あげると。これもよく質問来ますけど、ゲームってどのゲームでも実況していいのかっていう話よく来るじゃないですか。これね、ダメなんですよね。ちゃんとね、会社に許可を取らないといけないんですよ。ただ日本でこれゲームね、実況してる場合ね、なかなかその日本のゲームの企業さんとか一般の人に回答とかしてくんないから難しいんだよね。アメリカは結構ルーズなとこあるんで、みんなツイッターとかでいいよーとかね言ってくれるんですけど、まあそこは節度守ってね、やればいいと思います。露骨になんか実況しちゃいけないよとかって言ってる会社とかあるじゃないですか。例えばシュタインズゲートとか、ああいうネタバレがもう命のね、ストーリーメインのゲームとかダメなんで、そういうゲームは実況しちゃいけないんですけど、まあ、アクションとか FPS とかはまあいいんじゃないかなと思いますけどね。まあでも会社に聞くのが一番。ということで、クリエイターの方も安心してゲーム、これからアップロードしてください。ということで、ピースアウト。